今回ご紹介するのは浜松中学者中学校卓球部。放課後や土日の練習はもちろん、長期休みには遠征や強化合宿などを積極的に取り入れ、高い目標を掲げ日々練習に励んでいます。中高一貫教育の浜松中学者は、中学生と高校生が一緒に練習することでスキルアップを図っています。今年度の成績は7月末の県大会で団体戦男女ともに優勝。その翌月に行われた東海大会では女子団体戦優勝、男子は団体戦3位を獲得。そして全国大会に進み、男子は第3位、女子は上位13位という結果を残しました。まずは卓球部の山本監督にお話を伺います。入っていきなり強いなっていう。これはあれですか、中学生と高校生が一緒になってやってるんですか？そうですね、中高男女揃ってみんなで一緒にやってます。もう誰が中学生で高校生かわからないぐらいのレベルの高さというか。いやいや、そう、大人っぽいですよね、皆さん。ありがとうございます、はい、強さの秘訣って何なんですか？いや、もう本当に選手の頑張りで、はい、ここにいる子たちは約40人くらいいますけど、まあ、卓球が好きで好きでっていう子たちが揃っているので、毎日しんどいこともありますけど、基本を大切に毎日しっかりやってくれているのが基本、強さの秘訣かなというふうに思っています。強さの秘訣はズバリ、部員全員が大の卓球好き。全員が幼い頃に卓球を始めた強豪揃いです。浜松中学者はフットワーク練習に力を入れており、相手が難しい球を返してきた時でも打ち返せる力を鍛えています。またフットワークはボールに回転やスピードを加える重要な動作です。外部コーチで総監督の今福さん、東京オリンピックで金メダルを獲得した水谷隼選手と伊藤美誠選手を育てた経験を持ち、また自身もヤマハ実業団の選手として日本一に輝くなど、すごい経歴を持った指導者です。これ各自それぞれいいところを持ってるんで、それをいかに伸ばすかというところを考えて、そうすると伸びる率も結構良くなるんで、そういうのを思いながらやってますね。学校とかクラブによっては、こういう打ったフォアハンドはこういう打ち方しろとかっていうのは教えてるところもあるんで、それはそれで悪い教え方じゃないんでいいんですけど、それだと同じようなタイプの選手になってしまうんで、やっぱり姿形が違うから、自分の卓球スタイルも変わった方がいいんじゃないかというふうに思ってやってます。個性的な人たちがやっぱり増えていくってことですよね、はい、そうですね。それでは中学男女皆さんに集まっていただきました。皆さんとっても強いということで、県大会もまた全国大会ももう優勝しちゃった、優勝じゃないや、全国3位か、めっちゃ強いということで、皆さんおめでとうございます。まずは県大会優勝、3年生も2年生もおめでとうございます。ありがとうございます。まず3年生前に集まってもらったんですけど、3年生は全国で男子が3位、女子が上位13位ということで、もうすごいんですよ。どうでした、北海道でやったって聞いたんですけど、その時の試合の振り返り、どんな試合をしたんですか？3位を取ったってこと、まず男子から思いっきり自分のベストなプレーをして頑張りました。ベストなプレー、はい、皆さんこのキャプテン、どんなベストなプレーしてたか教えてもらっていいですか？どんなプレーしてたのかな、どんな言ったれよ、言ったれよ。とてもかっこいいプレーしました。かっこいいプレー、かっこいいプレー。じゃあちょっと元気なさそうな女子のキャプテン、みんなから見て女子のキャプテン、どんなキャプテンなんですか？責任感の強い、責任感の強い、難しいですけど、求めて、
ろんな大会も経験してると思うんですけど、やっぱ常に目立ってる子とかっています？もうみんな。みんな、一人一人、はい。やっぱり一人一人が強いから就学者強いんだ。なるほど。それではここで得意技を見せてください。見せてもらおうかな。あ、うわ、今入りました？入りました。すごい、入ったんだ。すごい、入ったんだ、めっちゃ速い。もらおうかな。なんていう技なんですか？フォアドライブ。フォアドライブ？すごい。それをもっと大きく振って回転かけて。回転かかってんだ。前に踏み込みながら。あ、もう一回見せてもらっていいですか？すーげえ。キャプテンも思わず拍手してる。今の取れました？ちょっと難しい？これなんでこんなことができるんですか？ちょっと練習してきたの。練習してきた。最初はできなかった、うんうんうん、だんだんできるようになって今も結構入るようになって。そうですか。中学3年生で。ちなみにいつぐらいから卓球って始めたんですか？幼稚園。幼稚園。何歳？ 4、5 歳です。すごい、 4、5 歳から始めてるんだ。ドライブ。バックドライブ。バックドライブっていうものを見せてもらいます、はい、じゃあまずやってもらって、はい、お願いします。パワーもすごいし、ここからも打てるし、これは何でですか？コツみたいな。しっかり距離感持って、うん、距離感持って振り切ること。振り切る、はい、今の当たる瞬間に手首使って回転かける感じです。どうやって？ちょっと球がこれだったら、うんうん、もう一回かける。お、結構強くこう弾く感じ、はい、もう一回ちょっと見せてください。これをすごい。さあ、次はシュートドライブ。うわー、すごい。おー、うわー、すげー。中学生じゃなかなかできないんですよね。これ、中学何年生？3年生で、はい、これすごくないですか？すごいと思います。すごいよね。これちょっとコツっていうか、今どうやって打ち方したんですか？体を入れて、あ、もうラケットがこう、まっすぐ横みたいな。体をもう一回見せてもらって、うん、こうやってやるだけ。左に流れながら打つ。流れながら。コツをちょっと教えて、カメラにちょっとや教えてあげてください。コツみたいな。相手の回転を利用しながら左に流れるイメージ。自分も回転をかけるんですか？回転かけながら打つ。確かに。回転かかってきたボールを横回転をかけながら返すっていう。横回転をかけながら返す。回転に対して回転で返す。まあ、そんな感じです。あとはどんなことが必要なんですか？あとは足の回転とか腰の回転とか、こうやってなってる。腰を回転させてるってことか。すごい。めっちゃすごい。会場沸いてましたからね、はい、すごい、すごかったね。ねえ、thank you.
が大事なんですか。あのこんなもうめっちゃ一球一球強かったじゃないですか。あれを続けるコツってあります？戻りを早く、体のキレを良くして、回転をしっかりとかけて、まあ、毎日しっかりと練習してたらできるようになります。なんかキレが良かったですね。そのキレの練習とかもあるんですか？特別な。はい、何度も何度も反復練習していくことと、はい、腕だけではなくて股関節とか腰回りをすごく使ってステップを踏みながら力強く、ボールと当たる瞬間に一番いい力が伝わるように打っていくっていうことがすごく大切になります。中学生と高校生ではいろいろボールの質とかも違うんで、そこのレベルアップ目指していきたいと思います。いやもう高校生に上がるのでもっと上目指していきたい。優勝しちゃう全国で。すごい、ありがとうございます。将来の夢は？将来の夢は日本代表になってオリンピックで優勝する。オリンピックで優勝絶対するでしょ。何人か優勝しそうですよね、ここオリンピックで。ね、筋トレをしてきてます。筋トレ、お筋トレ。今筋肉や。あ、結構あります、ね。大丈夫。ということで今回のスポーツやらまいかは浜松中学生中学校卓球部を紹介しました。皆さんありがとうございました。これからも頑張ってください。